広葉樹の旧石油冷泉名をですね、楷書ではなくて行書や草書で書いてたらどうなるかということをちょっとやってみましょう。角持ち、ありのち、じゅんのち、これはいのちなので、自粛をして行書で書きましょう。導くという動の字ですね。ちょっと音義書を意識してしまいました。これの字、もう一回アイノーチが出てきたので、今度は総称してみましょう。ネズミ、ズイ、また少し出てきたんで、今度は草書で枠、似ている、ちょっと際どいですね。比べるに近くなっちゃいますので要注意ですね。し、
草書にしてもいいんですか？まあ、草書でいきましょう。千の字。これを草書にしてみましょう。今回はここ。